グダニスク造船所、グダニスク造船所は、ポーランドのグダニスクにある造船所。ナチスドイツの造船所を1945年に再建稼働させたもの。グダニスクでは、1570年代から造船業が発達した。1804年には、プロイセン王国の下で、最初の造船所が開かれ、1871年には、ドイツ帝国の造船所が開業した。 第一次世界大戦後は、自由都市団地費に暗有された。その後、ナチスドイツがグダニスクを占領し、用途別に4つの造船所を創業した。第二次世界大戦後、ポーランド人民共和国の造船所となった。当初は、グダニスク造船所などと称していたが、1967年4月15日付で、霊人記念グダニスク造船所、通称霊人造船所となった。 冷戦時代、グダニスク造船所は東側諸国の中心的な造船所の一つとして多くの船舶を建造した。それらはソ連など友好各国に供給された。1980年、造船所の独立自主管理労働組合、連帯による労働運動がポーランド民主化、さらには東欧革命の扉を開いた。連帯委員長の悪さは同造船所の電気工であった。 民主化後、民営化され経営が悪化し、大規模なリストラが行われたが1996年倒産。1998年再建されたが、ポーランドの EU 加盟後には再閉鎖の計画が持ち上がっている。ありがとうございます。